最東合戦争は、フランス王国とスペイン王国及びその同盟国の間で戦われた戦争。フランスが勝利した。1648年のベスト・ファー・レン・条約1668年のアーヘンの和役、1678年の内名編の和訳でフランスはいくつかの都市を獲得した。当時の慣習では、 都市が割上されるときは、食料の生産などに事欠か,かないよう周辺地域を含むとされた。しかし、周辺地域の境界は曖昧な場合が多い。その曖昧さに目をつけたフランス王ルイ十14世は、統合法廷を設立して、いずれの土地がフランス領土たるべきかを調査するよう指示した。統合法廷は、割上地の周辺地域をその付属物であると判決を出し、 その決定に従って、フランス軍がその土地を占領してしまった。フランスが、この判決で得た領地はそのほとんどが重要性の小さい村だったため、この時は反対の声があまり上がらなかった。これらの土地は主に、スペイン領ネーデルラントや新生ローマ帝国領のアルザスに位置し、ストラスブールとルクセンブルク氏も含む。ストラスブールは、条約では、 その独立と中立を保証されていたが、ルイ14世は、ストラスブールが独立を維持している限りアルザスの安全は保証されないと強く信じていた。実際、直近のフツラン戦争では、ストラスブールが新生ローマ帝国からフランスへの侵攻の経路として、皇帝軍が3回も通った。ルクセンブルクもフランスが、スペイン領ネーデルラントから得た領土の安全保障を脅かしていた。 1681年、ルイ14世は、ルイフランソワ・ドブ・フレールに命じて、ルクセンブルクを包囲する一方、自ら軍を率いて、ストラスブールに侵攻し、同年9月30日に入城した。新生ローマ帝国は、反撃に出ようとしたが、その前に大トルコ戦争が勃発し、帝国の東部が、オスマン帝国の厳しい侵攻にさらされた。ルイ14世も帝国が、 トルコ人に攻撃されている間に帝国を攻めるのは不義だと感じ、1682年3月にルクセンブルクの包囲軍を撤収させた。1683年9月12日、第二次ウィーン包囲が失敗に終わり、トルコ軍が撃退された。帝国の最大の危機であったウィーン包囲を解いたことで、ハプスブルク家は西方の侵攻に対処する余裕を得た。ルイ14世は再び、 ルクセンブルクを包囲したが、ルクセンブルクは陥落の気配を見せず、復讐を目論むスペインは1683年10月26日に、フランスに宣戦線した。11月3日、ユミエール公爵は、コルトレイクを包囲し、3日で降伏させ、続いて10日に、リクスモイデを占領した。一方、フランスは独歴は12月22日から5日、連続でルクセンブルクを砲撃した。 ルクセンブルクは防衛を整えたが、クレキはさっさと撤退、工場船の専門家防番を連れて、翌年4月29日にルクセンブルクを再び包囲した。ルクセンブルク側の軍勢は2500人しかなく、1ヶ月耐えた末6月3日に降伏した。ジェノバ共和国はそれまでスペインと緊密な同盟関係を維持し、16世紀以降はスペインに 軍資金を貸し続けた。しかし、再統合戦争ではその役割が限られたものとなり、スペインにジェノバの領土での徴兵権を認め、ガレオン戦を数隻提供した程度である。ルイ14世はスペインに協力したジェノバには、罰が必要だと考え、アブラハム・デュケーヌ・提督に出撃させ、1684年5月5日から3週間に、渡ってジェノバを砲撃した。 ジェノバはかろうじて上陸軍を撃退したが、フランス軍が撤退する頃には、ジェノバ市の大半が破壊された。スペイン軍とフランス軍の戦闘は8月15日に、レーゲンスブルクの和訳が結ばれるまで続いた。両国は20年間停戦し、フランスは戦争中に占領した、ストラスブールやルクセンブルクなどすべての領土を放置した。また、イングランドをチャールズ2世に、 領土問題の仲介を依頼した。この条約はすぐ骨抜きになった。チャールズ2世は条約締結の半年後に亡くなり、イングランドは内政問題でつまずき仲介どころではなくなった。停戦も長続きせず、1688年には大同盟戦争が勃発し、フランスとスペインがまたもや敵対した。さらに領土割譲も1697年の ベースウェイク条約で取り消され、ここに和訳の内容がすべて取り消された。ありがとうございます。